はいどうも皆さん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、ローソンアプリからエントリーで D ポイント、ポンタポイントが2倍に AU ペア D ポイントのキャンペーンと組み合わせでさらにお得にということで、今回はローソンでのお得な情報についてですね。この動画ではローソンでポイントカードを提示したらいつものポイントが2倍もらえるということと、効率のいい参加方法についてお伝えします。ぜひですね、ローソンを利用される方は参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回お伝えさせていただくキャンペーンこちらですね。ローソンで楽しくお得にポイント活動をポンカツしようということで、ポンタ会員または D ポイントカード限定ということで、ローソンアプリを使ってエントリーをすることでなんとポイントが2倍もらうことができます。期間はですね、本日動画をアップする7月27日火曜日から8月30日月曜日までのキャンペーンとなっております。で、実際に公式ページを見ながらですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。まずはここですね、期間中アプリからエントリーし、ここがポイントです。 アプリからエントリーが必要となりまして、お買い時にポンタ、または D ポイントカードを提示することによって、全員抜き200円お買い上げごとに、0時から15時59分までの間であれば2ポイント、そして16時から23時59分までの間であれば4ポイントということでございます。なので、通常であればね、こちら1ポイントだったんですけど、200円で1ポイントだったんですけども、ここが2ポイントなので、還元率で言うと1%還元。で、それの倍になるので、まあ2%還元ということでございます。 ローソンポンタプラスっていうカードを持ってる方、それで決済された場合の、まあ通常の還元率はこれのところなんですけども、0時から15時59分までの間であれば4ポイント、16時から23時59分までの間では8ポイント付与されるということでございます。で、このキャンペーンに参加されるためには、ローソン ID でローソンアプリにログインして、そこからポンタまたは D ポイントカードのアプリ内連携が必要であると。で、必ずお会計の前にですね、どちらかのポイントカードを提示した上で決済を行ってください。で、対象商品に関したら、 ポンタ、D ポイント付与可能商品すべてということで、まあ、ある程度のものは大体ポイントがもらえます。ですけども、一部対象外の商品、サービスがございますということで、ちょっとここは必ず押さえておいてほしいんですけども、それがこちらなんですけども、例えばなんですが、よくまあ利用される方であれば、まあ、レジ袋とか、あと喫煙者の方であれば、タバコとか、まあ、こういったものは対象外になると、他にも収納代行とか、いわゆるローソンチケット、チケットとかですね、まあ、こういったものも、まあ、対象外となりますので、これは事前に押さえた上で決済を行ってください。でポイント付与 に関したら10月末頃付与予定ということでございますでご利用方法とかここにいろいろ出てるんですけども実際の画面を見ていただいた方が結構すんなり入ってくるかなと思いますのでまあ実際に僕の画面を見ながら一緒にエントリーしてみましょうまずはローソンアプリを開いていただきます僕の場合は事前に自分が持ってる D ポイントカードそしてポンタポイントカードどちらとも連携している状態でございますもうどっちかしか持ってない方はどちらかだけでも結構ですでですね一つだけ注意点があるんですけどもまあ、僕みたいにですね D ポイントカードそしてポンタポイントカードど こちらでもまあポイントカードを提示することっていうのは結構いろいろその時々にはよるんですけどももしどちらとも参加される場合はそれぞれでエントリーが必要でございますので必ずここはそれぞれでエントリーをしてくださいで早速ですねエントリーしてみたいと思いますのでこのアプリの真ん中下のキャンペーンという項目があるのでここをタップしてくださいそしたらですね画面の中下の方にですねエントリーでポイント2倍にエントリーとなってますのでここをタップしますそしたら今回のキャンペーンページが出てきまして真ん中下のエントリーするっていう項目があるのでここをタップしたら これでエントリーが完了したということでございます。結構簡単ですよね。しっかりとエントリー済みになってます。で、次にですね、これ今 D ポイントカードでエントリーをしたので、この画面から左にスライドをしていただくと、ポンタカードの画面が出てきます。で、ここでカード切り替えを行っていただいて、カード切り替えを行えますかということで、OK をタップしていただくと、この状態でポンタカードでもエントリーをするという流れでございますので、真ん中下のまたキャンペーンからタップしていただいて、このページの中のエントリーでポイント 2倍とここもね未エントリーになってますここをタップしていただくと、またこの画面が出てくるので、真ん中下のエントリーするをタップしていただいて、これでエントリーが完了したということでございます。ここ、しっかりとエントリー済みになってますね。で、こちらのページ見ていただいてもわかるように、しっかりとエントリー中というふうになってますんで、まあ僕の場合どちらかでまあポイントカードを提示することがあるので、もしね、それぞれで参加される方はそれぞれエントリーを行ってください。でですね、もしローソンを利用されるならですね、やっぱりいろんなキャンペーンと組み合わせた方がすごいお得でございまして、 で、例えばなんですけども、先日動画でも紹介させていただきました、マルトク D マツの第2弾でですね、このキャンペーンは D ポイントスタンプラリーキャンペーンということで、3ジャンル以上のお店で D ポイントカードを提示してお買い物したら、抽選で20万名様に D ポイントが抽選で1000ポイントもらえるというキャンペーンでございます。で、そのキャンペーンの対象加盟店の中に、こちらのローソンが含まれておりますので、お会計の際に D ポイントカードを提示してお買い物することで、今回のマルトク D 祭りにも参加できる。さらにそこからポイント2倍にも参加する ことがで、ききまますすのででかかななり効率よく参加できるかなと思いますでちなみにですね、こちらのキャンペーン、先日ちょっとツイッターにもつぶやいたんですけども、ページがちょっと更新されておりまして、エントリー画面のちょっと下のところにですね、達成状況を確認するっていう項目がタップできるようになっておりまして、現時点で自分がですね、このキャンペーン、どれくらい達成してるのかっていうところが出てきます。まあ僕の場合はですね、実はすでにですね、ローソンかどっちかファイニーリーマートかどっちかで、まあ、クリアしてたので、コンビニのところだけスタンプが1個ついてる状態でございます。あとは僕 僕の場合はドラッグストアかまあ飲食店あたりでまあ、クリアしようかなという風に思ってますんでもしねご自身が今どれぐらいの状況どれぐらいの達成状況かぜひ確認した上で参加してみてくださいでそれに加えてですね今現在こちらのたぬきの大恩返し夏ということでローソンで au ペイで決済した10%分のポイント還元を受けるキャンペーンが開催中でございますこちらも8月31日まで開催中でございますので、まあ、先ほどのね D ポイントカードを提示した後にまるとこれいますにも参加できるなおかつ決済は au ペイというね かなり効率よくねたまるポイントは別々それぞれぞ違うんで、すすすけども効率よよく参加でできるかなと思いいます冷静に考えてて結構このコンボって熱いですよねでちょっと補足なんですけども、まあ、ローソンね、利用される方であれば、このお試し機会券も結構利用されてる方多いと思うんですけども、ちょっとキャンペーンページが更新されておりまして、7月の28、8月4、11、18、25日で、お試し機会券でアイスをゲットできるキャンペーンがございます。まあ、個人的には、まあハーゲンダッツがね、まあ、熱いキャンペーンかなと思います。まあ、ポイントはね、前に比べてちょっと 高いいいようなななな感じじでででははあるるんんすすけどもももここのタイイミンングでねもしポイントままっっててて方はこれを狙みゃかと思いますそれでは本日お伝えしたことをまとめです。ローソンで楽しくポンカツしようということで、ローソンアプリからエントリーすることでポイントが2倍もらえるっていうことで、期間は本日から8月30日までの約1ヶ月ちょっとのキャンペーンですね。得点の内容としたらポイントが2倍ということなんですけども、時間帯によってはもらえるポイントがちょっと変わってくるんですが、0時から15時59分までの間は2ポイント、1%か そして16時から23時59分の間は4ポイント2%還元ということでございます。これは税抜き200円ごとにこのポイントがもらえるということでございます。で、対象商品はポンタポイント、D ポイント付与可能商品すべてということなんですけども、まあ一部ね、対象外のものもございまして、レジ袋、タバコとか収納代行、こういったものは対象外でございます。で、付与日なんですけども10月末頃でお得な組み合わせとして、マルトク D 祭りだったりとか AUP で決済、まあこういったものがね、かなりお得にキャンペーンとして組み合わすことができますので、 で、ぜひね、こういったものを参考にした上で参加してみてください。まあ、そんなことで今回はローソンアプリエントリーでポイント2倍について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、ぶっちゃけね、今月は現時点ではどちらかというとローソンでね、参加する方がかなりポイントが貯まりやすいというか、全体的な還元率で言うと高いので、まあ、優先的にちょっと使ってみてもいいのかなというふうに思います。で、今回はお伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、そして、マルトク D 祭りとか AU p 10%還元のキャンペーンのリンクも概要欄貼っておきますので、こちらも気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと 思いますということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、久しぶりのおまけということで、ま、ちょっとね、聞き流すードに聞いていただければと思うんですが、今現在ですね、こちらニュースアプリのスマートニュースっていうアプリがあるんですが、ま、たまにね、おまけで紹介するアプリなんですけども、こちらがちょっとしたキャンペーンをやっておりまして、ま、この画面のタブのところでクーポンというところがあるんですが、そこをタップすると、お友達招待キャンペーンということで、もしね、このアプリをインストールしていただければ、ファミリーマートのカレーパンもしくはメロンパンがもらえるというキャンペーンがございます。で、実際ね、ページを開くとご覧のようなページが出てきまして、 まあ、簡単に言うと僕のこの招待コードを使ってスマートニュースをインストールされたらこのカレーパンもしくはメロンパンどちらかがもらえるということでございますなので僕の招待コード 1056C9 これをですねこちらの招待された方のところで入力していただいてクーポンをゲットというところタップしていただければファミリーマートのカレーパンメロンパンがもらえるということでございますでもしですねこのスマートニュースインストールされる場合は普通にインストールしていただいてもいいんですけどもやっぱりポイントサイト経由がめちゃくちゃお得なんですよね MOPPY というポイントサイトがあるんで ですけどもこのポイントサイトモッピーを開いていただいてこの虫眼鏡のところですねタップしていただいて検索をかけますでこの検索のバーのところでスマートニュースという風に入れていただいて検索をかけますそしたらですねスマートニュースが出てきます今 300p って書いてるんですけどもこちらは300円相当でございまして、まあ、基本的には300円相当現金化することもできるんですけども他のポイントとかにも交換することができますもちろん d ポイントとかにも交換することができまして、まあ、これ7月27日時点の300円 騒動なのでまあ、変動したりとかこれの案件が終了したりする場合もありますのでご了承くださいで実際にここをですねタップしていただくとご覧のようなページが出てきましてポイント獲得条件とか色々出てきますでこういったところ読んでいただいた上でポイントゲットをタップしていただくとポイント獲得するための注意事項みたいなのが出てきまして確認したのでこのまま広告を利用するっていうところですねタップしていただくとスマートニュースこれ僕 iPhone の画面なんですけどもスマートニュースのインストール画面に変わりますなのでこの状態で普通にインストール していただければモッピーのポイントもゲットすることができるさらにはこちらのカレーパンもしくはメロンパンがゲットできるということでございますのでなのでもしですねスマートニュースのインストールされてない方はですねこちらも概要欄にリンク貼っておきますしポイントサイトのモッピーの登録まだの方いらっしゃいましたらこちらもリンク貼っておきますのでそれぞれ気になる方はですねチェックしていただければと思いますということでありがとうございました